解できないですもん。15歳です、コロキです。英語が苦手だったな。英語か。でも点数ね、理科がダントツで低いんですよね。数学も低いですけど。あ、そう、理科を理解、あ、ダジャレのつもりなかったね。ダジャレになった。その理科を理解できないんですよね。わかると面白いの。そう、理科は理解でき、理科は理解できないです。多分無理。誰の指令よ。私の指令。1たす1は2じゃないよ。ザコちゃんさん、こんにちは。僕も当時英語全国で3位や。理科赤点すごい、すごいね。英語3位ってすごいですね。全国でめっちゃすごいじゃないですか。すごい。理科赤点ね、理科ね、難しいよね。掛け算できますよ。理科興味持てれば面白い。すごい。僕は日本語が得意かな。すごい。英語とフランス語、英語じゃない、フランス語です。高校入ると理科は物理と生物、生物にします。科学全く分かんない。やっぱり1が、7だな。7、1が7、2、7、14、3、7、21、7、4、28、7、9、9、できますよ。めんどくさい。SK 掛け算、本当に掛け算できない子多い。なんかたまたま間違えたとかじゃなくて。8波64、わかるよ。掛け算はできますよ。できる、できる。バカにしないで。できる、できる。理科が苦手。数学も苦手だけど。ユナナ？ユナナできないの？ 8756 言えます？ 12×12？ そういうのパッとできないです。71が7、27、14、3、7、21、7、4、28、5、7、35、7、6、4、12、8、7、56、9、7、63、72。何これ、言えますよ。掛け算できるよ、できるよ、できるよ。発展問題ができない。1問も発展問題ができないってことですよ。できるよ、できるよ。頭良くないよ。掛け算できて頭が、全員頭いいですよ。できる、できる。インドはクックじゃなくて 99×9。 そうですよね。あれ超厳しいですよね。あれは難しいですよね。発展問題ができないです。発展問題テストとかのなんか裏の 裏がもう全部できないみたいな。全部じゃないけどほぼできない。ハクシュン、ハクシュン、ああ、やじ、そういうことか。天才ですよ。天才かよ。おーいえ、円周率全然言えない。3.14。インドの掛け算のこと知ってるん？ちょっと知ってる。難しいって知ってる。天才だ。掛け算できちゃうよ。何でもできみたいます。48×48 は？それ知ってるだけで頭いいですよ。発展問題？発展問題じゃないよ。そうじゃなくて、発展、発展、発展じゃなくて。凡人です。
凡人なの？たまに円周率全部言える子いますよね。あ、全部じゃなくて、クックできる時点で AKB グループでやった。学校では、学校では真ん中より少し下だとしても AKB に入ったら上なのかな。嬉しいね、嬉しいですね。ショールームのポイントの計算は全然できない。インドの計算はただの親父です。私もただの親父です。こんにちは、ただの親父です。可愛さだけなら問題なくて、本当にありがとうございます。わら、こんにちは、ただの親父です。親父なのか親父なのか。じゃあミニョン、世界一かわいい親父嬉しい。後ろ指刺された組に円周率いう書く。おや、コロちゃん、おやじ、おやじです。こんにちは、おやじです。カツラ、カツラだよ、カツラでした。実はカツラでした。ネコロ、ネコロちゃんが寝転んだ。ダヤマちゃんが寝転んだ。幸運だな。中身は親父、外で、外が親父、中身は女子です。加速装置入りつつある。科学は8点くらい、15点問題でした。卵かける玉ケチャ、パーフェクトヒューマン。インドやり方分かれば簡単、本当に。いや、そろそろバイバイバイ。クロちゃん、ハゲジジイです。またまとめられるもん。あれですよ、実はなんだっけ、56番、残念ハゲてましたって書かれハゲてたって書かれるからね。ハゲてるや、ハゲてるらしいですよ。私はカツラが取れるから。そういうこと、取れちゃうもん、取れちゃうからこれしてるんですよ。嘘嘘、まとめ、秘宝、秘宝、秘宝。そうなんですよね、秘宝って書かれちゃったからね。秘宝ですよ、秘宝。ハゲ、56番ちゃんハゲてました、秘宝。嘘かーい、それはない。私第2のレナ、ひらがなけやきの加藤志保ちゃんに似てる。本当ですか、嬉しい。加藤志、加藤志だ。ドゥルルルル、ヒーローは遅れてやってくるんだって。2回目始まった、2回目。金曜の初見から連続で見てるな。これはフォローだな、ありがとうございます。フォローしてください。まとめますねって、まとめちゃダメ。杏仁可愛くてハゲる。こんばんは、茶髪赤ちゃん、赤がけなちゃん、こんにちは。村重にも乃木坂の久保、いろいろ言っていただける、嬉しい。本当ですか、久保ちゃんに似てるとか言われたことないな。本当に似てる、似てるかな、嬉しいな。はけてても応援してくださいね、ありがとう。運転中、運転が
待って、では歌ってます。ハゲの動物園、ハゲの動物園、クボニアマジで似てる。本当に似てますか？本当に嬉しい。そうですよ、プーチンです。本当プーチンなのにクボちゃんに似てるとか言っていただけて、プーチンなのにタッキーに似てる、ベッキーに似てる。あー、ベッキーは小学生の時めっちゃ言われてた。おでこなかったからさ、あ、おでこ、これがなかった、前髪がなかったから。タッキー来る、ハゲの動物園、動物たちのここの頭だけ毛が生えてないってこと。プーチンイコールクボちゃんごめんなさい、クボちゃん、クボちゃん似てるだけじゃダメよ、オリジナルにならなきゃ。HKT のシムイズリオちゃん、それいっぱい言っていただける。アバターハゲになりました。あーちゃーん、死亡事件のお知らせ、秘宝、死亡事件のお知らせ、こんなところじゃないですか。もうダメダメダメ、ここだけになっちゃった。またこれみんな、これやる、これが数人出ると、もはや清楚は無理だわ。無理じゃないよ、清楚だよ、清楚だよ。秘宝だよ。一人で大爆笑してました。30分ぐらい笑ってたああ暴走してないです。好きなアイスはもちろんハーゲンダッツですよ。ハーゲンダッツ好き。なんでハーゲンダッツのコメント来るんやろ、好きだけど。清楚、清潔な、うん、頭皮清潔です、とっても清潔。とうとう始まってしまった。始まらないです、終わらせます。猫耳アップ、猫耳アップ、にゃんにゃんにゃんストロベリー美味しいよね。秘宝コロちゃんの番組が出るあー、オクリちゃんがやってしまう、エミリーちゃんもやっちゃった、ダメダメダメ、みんな吐き出しちゃうじゃん。ダメです、エミリーちゃんとオクリちゃんダメダメ、ハーゲルナッツダメダメ、あっちゃんさんもダメダメ。星を凝視してしまう、何凝視、清楚系女子だよ。サザエさん、サザエさんよりちびまる子派です。話題変えるよ、旦那のもハゲ、ダメ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 、草生やして中和し、草生えた何そっくりやめ、チェイソキハゲやめて、草生えたやめてハゲないでください、皆さん、かぶってちゃんとかぶり戻さなきゃ、ひねくり返すよ大草原不可欠やめて もうおこおこおこ、それはね、ダメでした、ダメでしたね。あー、ミリちゃんがまた、もうケンタッキー食べたりします、不可欠またか。ハゲに猫耳アバ、何ハゲに猫耳アバ、ハゲに猫耳、あ、そういうこと、分かった、こういうことや、やだやだやだ、こんにちは。ケンタッキーって何、星になっちゃったし
星になっちゃったし。ただいま SKE の劇場でする早押しのクイズの練習。そうですよ、嘘でした。完全に壊れてないです。綺麗なおでこ、ハゲハゲ連呼するな、ハゲより。やめて、ハゲネタ終わり、ハゲネタ終了、ピピピピピプルルルルルル終わり。まあ1割ハゲてない方もいらっしゃいますよ。毛は生えぬが草は生える。こんにちは、こんにちは。ピピピピピピピ終了。皆さんアバター戻して皆さんアバター戻して。皆さんといっても 1割の人アバター戻してスムージー出すな。1割しかスタッフおらんの。はい、9割の人、びっくり。9割の人がコメントしてくださるとかびっくり。あ、間違えた、9割の人だったわ、間違えた、1割の人かと思った。ライブ会場も星やから猫になりました。コロちゃんが可愛い、狼になった、本当に。どうしたどうした、カツラが見当たらないんですけど、あげます、私のカツラあげます。猫がいるよ、猫猫。このライフティングがいらんのだと。コロリンのためにこのままです。いや寝ちゃったエミリちゃん睡眠中。俺も星に耳猫耳つける、つけて、猫耳つけてくれ。にゃむ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 、こんにちは、すやすやすや、みんなすや。シロクマちゃんハートありがとうございます。るすやー猫耳にして、かわいい、カズポンちゃんが、カズポンさん猫耳になった。猫猫猫猫、にゃむにゃむにゃむ。本気で1割じゃん、なんなら 0.5 割ぐらい。そうですよね、まあそれもいいと思います、それも面白いと思います。皆さんが猫なので、それそういうこともあるのかなって思ってました。公園で早く見たい、見たい、ありがとうございます。私も見たい。SKE に猫いるあ、一歳か、猫、猫に見えた嬉しい、そんなことないです、ありがとうございます猫かと思った。こんにちは、こんばんにゃん猫いるとかもう末期すぎる猫はおらんやろSK に猫いるに見えた、トルルさんのコメントが昨日からやばいよSK に猫いる酔ってないです。30分くらいってで5000人も見てる、ありがとうございます。皆さん猫になっていただいてありがとうございます。早く握手会で見たいな、ありがとう。私も頑張ります。やってきた、コロちゃんをもうこれ以上壊さないでくれにゃ。
天然じゃないですよ。まあ猫イコールそうですよね。確か猫はね素晴らしいですね。ツボ浅いです。ツボ浅いです。ごめんなさい。ごめんね、ツボ浅いんですよ。猫が公園に出るのか。そうなんですよね、 SKE ってそういう感じなんですね。センスは初日だけだった。早く劇場で見たいにゃん。猫ひろしです。あー猫になった。やった。みんな猫になった方がいいんですよね。猫になった方がいいと思います。私はハゲより猫派かな。猫派ですね。どちらかというと猫派ですね。そういう人多いと思いますけどね。ちゃうわ、猫イコールデコ。どういうことにゃんですか。つば浅い人よく笑ってくれる。離れてみるとまさ本当に離れる。でもハゲオッケー、ハゲオッケーだけどね。猫あったかな。俺は信じない。それはできん。猫になりなさい。猫になりなさい。嘘だ、そんなの嘘だ。賛成オッケーあってパンダ外せません。なんで。にゃー、キャッスルさんにゃーになった。一番好きなのはハゲ猫です。もちろん、もちろんハゲ猫です。顔見せて。初見、あー初見さんありがとう。こんにちは、こんにちは。犬はハゲが猫耳。すごいいいじゃないですかそれ。ふざけてとかなくていいですよ。それはいい、そうしてほしいです。猫だけど7番です。みんなで激しく応援しようぜ。やったー、ハゲドルです。ダメだよもうこれ。ハーフですか。ツルツルよ。犬は、犬好きです。ドラえもんぴったりやん。確かに。どうも50円です。あ猫になった。やったー、にゃ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 、猫になってる。嬉しい。やった。よかった。これは猫だよ。これ猫。あ、猫猫猫。キティちゃんも猫。みんな猫。普通のアバターでもみんな猫ということで。カイさんはダメです。カイさんはダメです。ハゲはゆる。ハゲのアバターじゃなくて猫のアバターなんです。突然だけど、夕食なんですか。なんですかにゃ。今日何食べようかまだ決めてないです。みんな何食べるの。今何時だろう。あ、今5時56分。もうちょっとしたら夕食の時間ですね。ハゲ好き現れる。猫、あー猫なってる。やった、カロリーくん、カロリーちゃん。劇場の舞台から見ればハゲ仲間もやっぱ。やったやった、嬉しい嬉しい。なんでそもそもこういうことですよね。こういう時のためですね。マナー出すな、名前出すな。こんなのかわいい猫、かわいい。何これかわいい。バイバイ、食べて。光り輝くレーンがあればコロちゃんレーンだね。嘘、嬉しい。ハゲ仲間にすると強いです。カメも、あった私のカメだ。私もカメ飼ってます。え、皆さんもカメ飼ってるの。私もカメ飼ってます。どっからに、どこか。私もカメでした。皆さんもカメなんですか。うん猫にしました。ありがとう。猫もカメもいいね。俺がカメだ。カメ吉みたい。カメでした。なんか猫でもありカメでもある。でも私は猫なんですけど。
皆さんは亀の可能性もあるかなと思いました。仕事に戻ります。頑張ってください、チョボさん。亀子、いいね、亀子。猫の流れか、これは。これ、うん、オッケー。かわいい。嬉しいです。緑亀です、飼ってるの。下ネタ言うな。下ネタ言ってないよ。猫っぽい亀。ハゲはアバター一つだけであった。僕はカメです。猫じゃん猫だ。よいしょ。黒猫好きです。みんなそろそろご飯かしら。緑ガメね、大きくなる人もいるみたいだけど、私のカメはあんまり大きくならないです。こんにちは。猫耳かわいい。ほんと猫耳。黒いは、ま、黒い。歌聞きたいです。あ、なんかありますか歌。確かに亀かもしれん。コロちゃんみたいなアバターにしてみた。あー、ありがとう。私みたい、これ。嬉しい。僕は米です。カメです。ご飯食べたよ。早いね、皆さん。やっと今日配信見て、せっかくの休みだったのに全然見に来れなかった。ありがとう、りっちゃんさん。いらっしゃい。嬉しいです、来てくれてありがとう。その猫耳かい、本当ありがとう。嬉しいです。猫カメ、カメイコールガメラという世代。ハッシュタグ好きなんだってどういう歌だったっけ。好きなんだ、君が好きなんだってやつ違うか。初めてあった、あれ違うか。あれは違いますか。記憶の中の誰よりってやつ違うか。違いますね。あれサッシーの、サッシーがこうやってやってる PV のやつ、ミュージックビデオのやつ。あれ違うの。なんだな、なんだっけ。タレオカタオカ間違えた。ダメだ、思い出せなくなる。ハスキー、ほんとだ。キャラメルキャッツのあの先の未来。コロちゃんがダメだ。ハッシュタグ好きなんだ、好き好きなんだになっちゃう。帰宅したらワンちゃんがはしゃい。何のワンちゃん飼ってるの。韓国のあんちゃんさん、いいな。ワンちゃん欲しい。私も記憶の中のダメより。悪気。亀のピアニスト。亀のピアニスト。99番からもらった母さんの髪型ダメだよ、戻してくれよ。手持ち疲れないです。目が、目がニャンニャン。緑髪に、あ、髪だ。カズポン、髪亀欲しい。あ、亀飼ってるけどさ、最近亀と会ってない。ママが餌あげてて、私があげてないから会ってない。金の亀か、金の亀か、君が欲しいのはどの亀だ。
そんなに可愛い亀なら清楚に戻りつつある。よかった。人気ではダントツのナンバーワンですね。これからも目標をまた達成します。ありがとうございます。嬉しい。君が欲しいのは緑の亀か。意外にマンゴーを歌いますね。じゃあ待って、意外にマンゴーを歌います。目がにゃんにゃん。カヤタシリーズ好き。にゃったかな。にゃったよ。にゃん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 。うわ、意外に歌います。意外にマンゴー、もう なんか何歌いすぎてさ、何が何だったか分かんなかった。スプラッシュは違う。スプラッシュって無意識ですか。スプラッシュ、青い海の中はマンゴーか、どっちかちょっと調べた方が早いな。マンゴー、マンゴースプラッシュか。あ、よかった、当てた。それスプラッシュ、青い海の中スプラッシュ、僕は飛び込んだスプラッシュ、夏の日差しに背中を焼きすぎたスプラッシュ、そばにいるだけでスプラッシュ、意識してしまうスプラッシュ、君の水着が去年より小さくて、恋はあれから急に成長をしたのか、変な意味じゃなくてハートしたんだ。意外にマンゴーを、意外にマンゴーを、ロマンスは早すぎる、まだまだ待たなきゃ、保護して、マンゴー寿司純正純果実いつの日にか大人になったら、君のことが好きだと言いたい。 B メロ転調するそうなんですよね。スプラッシュマンゴー、頭回転して、頭回転して、頭回転。スプラッシュ、青い海の中、スプラッシュスプラッシュスプラッシュ、スプニャースプニャー。早い。 100% 合格するよ。可愛いから、ありがとうございます。嬉しいです。頑張ります、頑張ります。にゃる今あれから急に成長したのか。誰かの猫、誰かの猫。ゆっくりの曲ある、ありますか。グリーンフラッシュ、金銀金の愛か。あれ、なんかあんま歌えなかった。グリーンフラッシュ歌うか。金の愛か。グリーンフラッシュでもラップ入ってくるのがね、ラップが皆さんの前で歌うのは。猫派犬派、猫派です。でも犬もめっちゃ好きです。皆さんどっち？片隅で一人泣くより、人混みの中で泣きなよ。にじむ街あふれる涙、犬？幻想は君に優しい。はい、ラップ飛ばします
と待って、これなんだっけ、で、そういたくちゃん強くなる、夕暮れが夜に変わる前に今日のその悲しみは置いてゆこう、ほんの少しだけ止まりもいいよね、明日いいことあるかもしれない。グリーンフラッシュね、ん？グリーンフラッシュ。振り向くと寂しくなるよ、前だけを向いて行けばいい、足跡はやがて消えても後悔の跡は消えない。夕暮れが夜に変わる前に今日の出来事すべて思い出す、明日持って行くことだけを選ぶんだ、もっとゆっくり歩いて帰ろう。涙がいっぱい流れるのは心を消毒してるんだ、つなぐだけの恋のウイルスは洗い流してしまおう、失恋をしたその数だけ人は誰かと出会うんだ、その不安に負けないで Just get strong。フレッシュレモン？フレッシュレモンになりたいの。市川みおりちゃん、ハートありがとうございます。おぐりちゃん、まさきさん、キャースさん、ありがとう。グリーンフラッシュ、グリーンフラッシュいいですよね。ラップはちょっと歌うのあれだけど、本当に15歳です。やめたね。ラップを飛ばしました。フレッシュレモン引き継ぐの、でも身長は同じぐらいかな、あれ私の方がちょっと高いかもしれない、同じかな。うん、ハートありがとう、お星ありがとう、チョコ、チョコロ、今日だけはチョコのトレイ、振り回される僕だよ、君の思い聞けるのなら今ここでひざまずいてもいい、ちょっと甘くてちょっとの苦い一日さ。これ何？なんか現在の10位のさ、下に9位って書いてあるんだけど、何これ。バグかな。チョコロー、チョコロー、よいしょ。叫ぶどうさまにもください。フフ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 フ。初めて SK を見たとき印象に滅、松井玲奈さん、 SK で一番最初好きだった松井玲奈さんかな、うん、今はエゴちゃんですとか大場みなみさん、いろいろいますけど、あの小畑優乃ちゃんもセンターので、 Y20 時からバイトだもんで最後まで見れない。
頑張ってください。バイト、何のバイトしてるの？エミリーちゃん、エミリーちゃんの推薦コメントめっちゃ嬉しい。6時11分、ずっと正面で見つめられてるからドキドキ。本当にこれ見つめてるみたいに見れる、見える見えますか？ずっと可愛いの見てみたい。おでこにシンパシー感じました。松井玲奈ちゃん好きね。松井玲奈ちゃん前のめり好き。不器用太陽だっけとか、なんか美しい稲妻の PV も好き。松井玲奈ちゃんの肌ね、エゴちゃん肌めっちゃ白いですよね。パーティー始まるとどっかの共演曲、鉄道ビッグフォードキドキ。本当にドキドキ嘘、そういうタレントさんでとニヤニヤする。ファーストフード店か、私行きたい。そのファーストフード店行きます。エミリーちゃんは愛知かい？カレーハン可愛いと思った。1位じゃん、ありがとうございますね。ドキドキする。愛知行きたい、めっちゃ近い。行きたい、どこだとか言って行きます2588日、名古屋駅で見たよ。エゴちゃんいいな。 SK のメンバー名古屋駅で見たことない、いいな。行こう、そのためだけに行こう。コロちゃんと目が合うと時と本当にジロー合格間違いなし、ドラフト会議に出たら1位間違いなし。本当ですか、嬉しい。内緒、行きたいんだけど、行きたいですえ、行きたい隣杉山だった。あー、杉山愛かちゃん。ウインクできる？ウインクできないかも。今度はコロちゃんが憧れられ憧られるメンバーになる本当頑張ります、ありがとうございます。去年かな、去年か、いいな。ドラフト出てたら殺到してた。してないですよ、嬉しい。バグってハートが画面上で止まってしまうドキドキ。ナッキー名古屋駅で見た。名古屋行くとき車だから見に行けそうなの。そっか、夕食たまたまね。ユーリマロスさん、またこんばんは。いいな、皆さん結構合ってるんだね。ウィンクだんだん上手くなってきた、ほんと。でもやっぱり練習したい、練習する。確かにドラフト出てたら殺到してた。本当に？本当かな？そんなこと言ってもらえて嬉しいです。コンビニでリョウハタン見たい、いな。コンビニ行こうコンビニ行こうな。須田ちゃんいいな、須田ちゃんとか羨ましい、めっちゃ好き。いいな、好き、いいな。羨ましい、羨ましいにゃ。ウィンクされたら可愛くて倒れる。
本当に。ドラフトなら、あー萌え。SK 単独指名ありがとうございます。もう少しでやっと言うほど見れるよ。こんばんは、やってきたよ、サガンシ太郎さん、いらっしゃい、ありがとうございます。かわいいコロちゃんのためなら東京から名古屋までチャリで行くよ。辛すぎでしょそれ。めちゃくちゃ死んじゃうよ。ありがとう、嬉しいです。私もチャリで行く。踏切待ちしてたら猫ひろしに会った。すごい、猫ひろし、すごい猫ひろしさん。もうす、あ、倒れた、本当に。倒れんの無理です。もうちょっとしたらコラちゃんも嫌っていうほどメンバーに会える。本当に嬉しい。そう、ジュリナ、松井ジュリナさん、ウィンクうまいですよね。なんだっけ、あれの時もしてた、あの、なんだっけ、あれ、ブリュプリエの時も知った。新幹線あるからね、新幹線で行く。来週はショールームないと思って、今から悲しい、私も悲しいです。皆さんに会えるように頑張る。今日が2日、あと3日間ですね。水曜までですね。バイトの準備します。ありがとうございます。まあ、ありがとうございましたない、頑張ってください。ミリーちゃんバイト。ジュリナが魔法のウィンクすれば頑張れ。総選挙の次の日、栄でユキちゃんに会ったのでおめでとう。いいな。そっかそっかそっか、名古屋でやりましたもんね今年ね。ちまる子ちゃんの中の人と一緒にタクシー乗ったことがある。すごい、みんなみんないろんな着方立ってるんだ。頑張ってください。リモピーさん、ありがとうございます。頑張ります。その後もあるから気にならないよ。センターだな。ありがとうございます。嬉しい。合格したら握手会行くから、その時ウィンクして、ありがとう、頑張って、合格します。ウィンクするよ。今できないけど練習しときます。あ、配信水曜までか。今度は実名で楽しみ、ありがとうございます。名前言えるように頑張りますね。頑張ります。コロちゃん、こんばんは、また来ました、こんにちは、ありがとうございます、来てくださって嬉しいです。ジュリナが魔法のウィークすれば、あの子もこの子もみんなが可愛い。ジュリナにラブ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 、いいね。初見です、気まぐれ太陽さん、初見さんいらっしゃい、ありがとうございます、来てくださって。名古屋栄近いですよ、いつ見ても可愛い、本当にありがとうございます、嬉しい。可愛い顔、ありがとう。名古屋テレビ塔好きですよ。こんだけ人気なら名前覚えていられるかな。
おつさん覚えてる。ヤスさん、テレビ塔好きです。本名出したらお前なんて呼ぼう。コロリン慣れすぎて抜けるいいです、コロリンで。かわいいわ。正義正義うん。鈴畑さん仕事中だけど見てるよ、ありがとうございます。嬉しい。お仕事頑張ってください。SK48 に合格したら星なんだ。コロちゃんの最初の握手会に来た、来て来て、ありがとうございます。嬉しい。コロッキーがいいな。コロッキー、筋肉を触らせてよ、どれぐらいコロコロ。わーい、ギフト投げる、かっこちょろい。ありがとう、ありがとうございます。嬉しい。合格したら絶対握手会行くからね。ありがとう、頑張ります。コロキー、コロキーいいですよ。早く劇場でサイリウム振りたいな。サイリウム、 SK48 エゴちゃんとかオーターのたつみちゃんとかいろいろいます。大場みなみちゃんもいろいろ好きですよ。僕の中ではコロスケかな。ありがとう。コロキかわいい。うん、嬉しい。ありがとうございます。今何時や ?6 時24分か。あとちょっとじゃないけど。ん？あれ？うん。コロちゃん絶対劇場公演行きね。ありがとう、頑張ります。うん、眠の時間、眠いです。今なんか眠いです、いきなり眠くなった。皆さんも眠いんじゃないかな。眠くない？眠いですか？眠い人サイレムの色決めた？ほんと？サイレムの色？初見です。眠さん、初見さんいらっしゃい。ちょうど今お眠タイムです。すやー、一人一文字ずつで名古屋テレビと関西。あーん？何？ん？一人一物ずつで名古屋テレビ塔完成でタワー立ってます。名古屋テレビ塔、ん？どういうこと？明日からあんまり、するんですけど、明日はちょっと短いかも。火曜はいっぱいするかな。そう、でも学校終わってからだからね、今日と比べるとあれですね。ね、うん、もう寝ていいんだよ、いけば。何時までやろうかな。もうちょっとしたら一回いけるかもしれない。寝るかもしれない。寝てもう一回やるかもしれない。研究生公演変わる？ドキドキして寝れない。眠くはドキドキする？どうよ。もう喋りがお眠モードだ。お眠モードです。たくさん見たいけど無理しないでね。ありがとう、無理しない、してないよ。オーディション、あとは実技し、そうです、お歌とダンス。なこや寝落ちしたんじゃない？無理してないよ。
寝配信でもいいよね。早の人みんな寝た？嘘。みんな寝たの？寝顔配信。寝顔配信。6時半までやって、7時半から配信して。そうするか。ハゲは寝る時間、そんなの時間決まってるんですか。無理してないよ。そう、全然疲れてはないんだけどね、眠いだけなんですけどね。ハゲの朝は早い。みんな何時に起きてますか。みんな何時だ。頑張れた。ツインテール好き。もう吸気性オーディション辞退する子がいたで、誰。本当に悲しいよ。待って、なんか撮った今。あー、ギャースさん、タワーありがとうございます。びっくり、嬉しい、ありがとうございます。すごい、今日初めてタワーが、タワーを建ててくれた人が、今日タワーがびっくり、今日びっくりな日、ありがとうございます。11番が出たい。顔出ししてた子ですか。うん、タワーありがとう、びっくりです。11番の顔出しじゃ、顔出しじゃないんだ。ブルジュハリファ800の800848、指、顔出ししないで指だけ出してたんですか。今日で配信は最後。顔出しラジオなんだ。そっか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 。そっか、大変、悲しいですね、それは。いやいや、いやいやいや、ギャースギャース。15分寝るだけで違う。そうなんですね、配信もあと3日です。そうですね、早いですね。さっき切る前にもタワーあって、え、嘘、本当ですか。ちゃんと見ないと分かんなくなっちゃう。うん、コーヒー飲んでから寝ます。なんかね、コーヒー飲んでも眠くなるんですよね。でも、うん、いつも何時間ぐらいだろう、8時間とかかな、9時間かとかかな。みんな何時間寝ますか。お初です、お邪魔します、いらっしゃい、こんにちは。ふみっちさん今号泣してて、え、11番ちゃんの配信で号泣してるってことですか。そういうこと。こんばんは、はじめまして、まいちゃん、はさん、はじめまして。まどろむころちゃんは子猫のようだね、あったまるからね。え、号泣してるね、今号泣してるのですか。うん、そういうこと、もかわいそうに。ちょっと見に行こうかな、私も見に行こうかな、かわいそうですな。
れてないです。私は、私のね眠いだけです。なんかね、わかんない、なんかよく眠くなるのね。よく眠くなるから、そういうことですね。いつ寝落ちしてもおかしくない、おかしくない。泣いてるのか、かわいそうやな。そっか、私も見に行こうかな。寝る気分でもないんですよね。身長伸びないよ。寝ても伸びないもんだって。寝ても伸びないですよそうなんですよね。え、辞退するけど配信はしてるんですか？そういうこと？最後の配信ってこと？最後の配信かな。これで最後。牛乳毎日飲む。牛乳毎日飲んでるの？なんかスイーツ食べよう。え、甘いもん食べると眠くなくなるの？小魚食べるにゃ。小魚食べるにゃ。56番ちゃんは秋田県みたいな薄毛のファンが、薄毛のおじちゃん、おじいさん、おじさんがファンになってもいいですか？嬉しいです。待ってください。ありがとうございます。マドロンの顔、マドロンの顔、このままコロちゃん寝顔配信になりそう。ならないですよ。そうです、家庭の事情。見に行こうかな。今配信してるんだよね。じゃあ見に行こうかな。うんと、気持ちもかわいそうなの。唐揚げでもお腹空いてないの。お腹空いてない。うん、そっかそっか。大丈夫かな。ねえ、私も見に行く。ふみんちさん、こんにちは。そうだって、もう3食食べましたもん。こんばんは、こんばんは。視聴1枚いったらね、1枚1枚いったら寝ます。僕たちの無意識は一体何いるか、いつだってやかわいい。眠そう、眠そうです。猫耳ずっとつけてるら、ずっとつけてるら。とったにゃん、とったにゃんだよ。僕たち、うん、日近づく、寂しさくたりそう、今ざり合う。
猫になる。どうしさいつでもゆっくり近づく。こんばんにゃ。1万はもうちょっとだが、もうちょっとだが、寝顔だけ2万いかないよ。寝顔にゃーにゃーにゃむにゃむ。よい子は寝る時間、コロなんでコロちゃん56だからです。56だからです。こんにちは。1万いったビックラポン。もう何時、6時3分も早すぎるんですけどね。ありがとうございます。うん、ありがとうございます。おはよう。おめでとう。2度目の1万人後ありがとう。嬉しいです。嬉しい、嬉しみにゃる、嬉しみにゃむる、なむるなむる。だが寝ない。寝よっかな、寝よっかな。エミリーちゃんと寝るよ。ワイはエミリーちゃんと寝るよ。アベマ TV に SK 入れるよ。ほんと見ようかな。アベマ、アベマ。おやすみ、おやふま、おやのにゃ、おやにゃる、おやにゃる、おやにゃる。1万人ごやめてとありがとう。嬉しいです。ありがとう。新種の釣り方。エミリーちゃんと寝るはちょっと。ほにゃん、ほにゃん、何ほにゃんって。赤ちゃんか。喋りがムニュムニュしてるよ。おやにゃー、赤ちゃん眠くなって変になりましたね。おやにゃんにゃ、おやにゃる、おやにゃる。うん、ナムル、ナムル食べたい。おやつみ、おやつみ、おやにゃー。赤ちゃんは早くおやすみなさい。赤ちゃん。そんなこともない。エゴサキンクレー、あ、キン、現金で。急に元気だよ、急に元気だよ。こうしよう、子猫、こうしじゃなかった、子猫やん。泣いとる。今日のね、今日のニュース、今日のニュースです。皆さんが猫になりました。休憩も大切だよ。ありがとう。猫によるカロニアおやすみ、オグリちゃんおやすみ、赤ちゃん、皆さんが赤ちゃん。今日のニュースでした。バイニャル、バイニャル、バイニャル。自分はカメです。一緒やん、私は猫やけどね。いや、猫にはなりません。猫になるのはコロリンだけでお願いします。ダメです。
え、皆さんが猫とかやばい。あ、皆さんが赤とか、赤、赤と、赤、赤ちゃんとかやばい。ああ。皆さんが赤ちゃんなだけでした。ダンスの。ダンスの猫。本日のニャース、カールール。バイニャル .com。バイニャルニャット .com。赤たん、ごめん、今日一日で眠いかもしれない。さっき夢にコロニアン出てきたのにゃ、本当に嬉しい、嬉ちみょ、嬉ちみょ、嬉ちみょ。髪の毛は赤ちゃん並み、どういうことや、髪の毛赤ちゃん並み、なんか寝てる、なんで赤ちゃんやぞ。これ寝言じゃないです。猫耳とったら元気いっぱいならんにゃ、ならないですよ。寝てる、寝てないです。うれちる、うれちくわ、なんや赤ちゃんやぞ。わろた、わろた。SKE 合格で抽選1面目にコロちゃんと行く赤ちゃん 3問モンサンミシェルツアー、いいね、モンシャンミシェルツアー、いいね、モンサンミシェル、モンサルミシェル、モンサンミシェルで食べたあれが、オムレツが美味しかったです。みんなオムレツを食べたらどうですか。美味しかったオムレツ、美味しかったオムレツ、モンサンミシェルのオムレツ美味しい。よう画面ゆらさんごめんなさい、ハゲチャップチャップしてきたの、お風呂入ったってこと、チャップチャップ、あっちゃんさんただいまお風呂、しんどい、コロちゃんからコロニャン猫語になってる、目が、自分は起きてると錯覚してる、コロタン。この時間の記憶なさそう、あるよ、終わる前に壇上読み上げる、怖い、お高そう、モンサンミシェルカカ、そうそうそう、ふわふわのやつ美味しいよね、あれ萌え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 だよ、あれミルキーのことや、泡立てた、泡立てた、そうそうそう、泡立て、寝言じゃないにゃん、うん、たんだ、かわいい。12月15歳頃テロップシンプルすぎてじわじわくる。確かにオムレツ有名だよね、モンサンミシェル、フランスの山の頂上みたいなところにあるやつ。違うわ、世界遺産みたい、世界遺産でした。お高そうでしょ、お高い、ちょっとお高かった、高かったでしょね、そこのオムレツでも高いけど数回なら出す価値がありますよ、美味しいから、めっちゃコロニャンチャップチャップ、オムレツ有名やね、そうなんだ、修道院。修道院とは、横浜に支店があるオムレツの、そんなことはもうあるんだね、横浜に支店もあるんですね、オムレツ、オムレツすごいね、塩が持ってる、帰るのく、鳥全体が修道院だにゃん、物知りだにゃん、みんな猫やん、猫やにゃん、寝起きのおじさんがいっぱいいる。そんな寝起きのおじさんいないやろ、鳥全体。鳥。何の話、
なんでみんな鳥って言ってるんだ。コスプレ配信、モンサンミッシェルハゲが言っても大丈夫です。主導員にシスターがいるとって。え、何寝起きちゃう。絵描きか絵描きか。絵を描く人がいっぱいいる。確かにそうですね。鳥、なんで鳥。もう眠くて読めてない。チュリこんばんは。高橋さんこんばんは。コロニャン、コロニャン、これから夜勤なのでラブパワーちょっと大好きで、ありがとう。ラブありがとう、好きだよ、ありがとうございます。なんじゃこれ、寝起きのおじさんやばい。鳥、コロニャン、おでこ、猫復活。韓国語読めん。なんて書いてあるの。公演終わったから見に来た。うーん、今夜お疲れ様、よかったな。はじめまして。島を鳥と呼ぶ、本当にすいません。鳥と呼んでましたか。それは危険や、それは危険や。 M1 始まった、いいね、面白いですか。え、今人気のお笑いって誰ですか。うん、チュリさんでした。チュリさんでしたね。チュリさんや鳥や、チュリさんや鳥や。猫でした、結局猫でしたか。みやだみ、じゃあ寝るね。コント55個、私バカリズムが好き。ひょっこりひゃん、はい、ひょっこりはん。にゃんこスター和牛、にゃんこスターね。和牛ってお腹すくじゃん。和牛なんていうお笑いがあったんだ。スープ、スープ、おやすにゃる。ナイスひょっこり、ナイスひょっこり、ナイスひょっこりコラタン、もう寝やんね。寝ます。画面が夢ち、出た夢ち、本当に夢ち、そんなこともなかろう。おはにゃむ、今起きたばかりなのにコロちゃんの声来たら寝ちゃえ寝ちゃえって言えるとこ、私も寝るから寝ちゃいましょうかね。サンドイッチマンだよ。 What do you eat today? What do you eat today? ね、私今日何食べたかな。今日もラザニア食べたな。フランス語で返しよう。ジェモンジェ、モンジェ、モンジェ、モンジェラだったな。ホタテあげる、ホタテあげる、ぽい。ラザニア、ラザニアめっちゃ好きなの。ごめん、ドバイは3歳までしかいなかったから覚えてないです、ドバイ飯。モンジェ、モンジェ、ジュエクトパ、ジュエクトパ。メシボク、メシボク、おぱかーんして水素水飲んでるやん。家でラザニアとか食べたことない。ラザニア簡単だよ結構。もんじゃ食べました。じゅ、じゅもんじゅ、もんじゅ、
ゼモン、モンゼモンジャ、ゼモンゼモンジャ、ジマペール、樹脂取れず、樹脂取れずる、SK48、こんばんにゃこ、こんばんなこ、なあこなあこ、なあこきょうなあこきょう。モテるサルさん、今のテーマは猫配信。 SK 来たー、なあこ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 、ジェモンジェモンじゃー、今日も可愛い、ありがとうございます。顔半分しか映ってない、こんばんにゃー。ジュモンジェ、そうなんですよ、モンジェが食べるっていう意味だからね、モンジャと似てるんですよ。ジュモンジェじゃなくてジュモンジェ、ジュモンジェ、セニョリータニョーにあるラザニャンにある眠たい美少女な。この子はもうね、イタリアのティラミス美味しそう、食べたい食べたい、酔ってないよ、お酒とか飲まないよ、15歳だもんよ、眠いだけよ。自然なんて読むのこれ、自然聞くもんじゃ、眠いとフランス語になるよっす猫といえば我が家ではヒマラヤを飼ってるんにゃん。このにゃんはどなんだったにゃん。自然薯？純文字。歌配信で歌う曲決めて、歌審査で歌う曲決めてないです。リアル JK 眠り姫にある。猫や猫や猫や子猫、猫や猫や猫や子猫、猫配信やで、ジェペモンジェデズランジェネ、自然薯、山芋、里芋か、自然薯って芋美味しそう、いいな、食べたいですね。さよなら、君を飼いたいけどダメかな、ダメだにゃん飼うにゃ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 、里芋ではないだら、里芋じゃないの、猫芋か、猫芋か、猫芋でしたね。バイニャル、バイニャル、落ち着け落ち着け、あっちちょっと掘ってくる、完全に酔っ払いやで、本当に嘘でしょ、美味しいよ山芋、またまとめられる、まとめられないよ、寝すぎじゃもう寝りん、キリン、もうキリンやで猫芋、カメってどれぐらいの大きさ、カメってこれぐらい、カメってこれぐらいやで、僕だって泣いちゃうよひほひほひほはダメです、僕だって泣いちゃうよ、てるるるるるるてて、てるるるるるるてて、15歳で飲酒の疑惑で怖い、やだ、落ちるじゃん、そう絶対落ちるじゃないですか、嫌なんですけど、壊れる秘宝は壊れる、秘宝はダメ秘宝はダメ、
決まってますか？ R の法則、これまとめられますわ。いろいろなキャラにゃん、コロニャンの応援、栄に応援にゃんしに行くにゃん。ありがとう、頑張ります。酔っ払いの親父か、おでこしか映っとらんで。こんな猫なら勝手にある。一応オーディションだから。ヒーホーガン決まりにゃんね、ガン決まりにゃんね。よし寝るか。エミリーちゃんと寝るって決めたんだ。おでこ広いから仕方ないにゃ。そうでした、寝るぞ寝るぞ、みんな寝るぞ。寝るぞ。R の法則はダメよ。みんなで寝るか。そうです。みんなで寝ましょう。アットホームに行くのか。秘宝7時に寝る。みんなで寝る。もう寝ま。猫や猫や猫や子猫、猫や猫や猫や寝顔配信希望にゃむ。それではワイは寝ます。な私も寝ます。すいません、名前言いそうになった。すいません、寝ます。カメラそのままなら寝ていいよ。おやすみ。どうする、これで本当に寝だしたら怖いね。ラスさんハートありがとう、嬉しいにゃん。寝るときは星墓にゃん、星墓にゃん。スクショしちゃダメにゃん。 AKB のにゃん、星にゃん、星されるにゃん、星されるにゃん。どういうことにゃん。おやすみにゃん、コロリンにゃん、エミリーちゃんおやすみ。寝顔もかわいい、はじめまして、こんばんは、大阪府民やで。あ、大阪好きです、こんばんは。いいな大阪ね、先月2回ぐらい行った、梅田の方。ぬ、キス顔してないよ。寝るときは星墓にゃん、みんなで寝れば怖くない。おやすみという名のバイト、あーバイト頑張って、バーンかな。かなちゃん、なんて呼びして。はーい、待って、これどこに出てるの。大阪、投げキスしてほしいにゃん。投げにゃん、投げにゃん。大阪は星が梅ちゃんくれる、飴ちゃんくれるから好き。待って、ランキング出てこないよ。あ、あったあった、すいません。1位ギャースさん、2位エンチさん、ギャースさんエンチさんありがとうございます。3位オグリチューンさん、4位シイタケさん、5位 TY さん、6位92ピッピさん、7位シロクマさん、8位野菜屋 R さん、9位ホワイトミラーさん、10位ジェットさん、11位カズポンさん、12位ルーラーさん、13位フクチャンスさん、14位ミッチさん、15位ケンマさん、16位バザラゴーさん、17位オツさん、Sさん、
くまねパパさん、ハセピョンさん、ディーディールナさん、エミリーさん、エミリーちゃんもちゃむ、エミリーさん、あっちゃん、かんちゃん、りょうくん、もこぼじさん、もこぼじさん、さとちゃん、よしーパスさん、セム社長、ふみまるさん、こうじっちさん、キサーシュルツさん、おいさん、キルアゾルディックさん、カイさん、タチさん、猫好きさん、名越翔さん、ありがとうございます。ありがとうございます。スキピスキピ、さっきの配信タワー投げて1位だった。鈴畑さん、ありがとうございます。鈴畑さん、ありがとう。ごめんなさい、さっき読むの忘れてたか。鈴畑さん、ありがとう。1位です。お疲れ様、ありがとうございます。楽しいです。20時ぐらいにまた配信するの、これ切る意味あるかな。切らなくてもいいか。あんまり眠くなくなってきた。メルシメルシーシーコロニャン、初見です。たすけさん、こんにちは。お疲れにゃん、にゃんにゃん。これから寝ますか。おい、いやいや、やさま、蹴らずに寝る手もある。落ちるよそれ。疲れてないよ、寝ぼけてないですよ。変なこと言ってるコロニャンが正義です。またタワー投げさせていただきます。ありがとうございます、ありがとうございます。嬉しすぎます。鈴畑さん、本当に寝る気だったんですね。おい、しっかりしてくれ。しっかりしてます。学生コロニャン、一回休憩取ろうよ。ランナーズハイ的なタワーありますやん。このタイミングで目が覚めるんかい。2時間ぶっ通しやで。心配じゃ大丈夫かよ。20時からやろうよ。切らずになんね。お疲れ様、こんにちは。初見です、ありがとう。こんにちは、つぼい。ご飯食べたにゃん。猫は夜行性のはずにゃのに、なぜ眠くにゃってるにゃ。画面の明るさ調節どうやってするの。あ、 iPhone のかな。してないよ。してますよ自己管理も大切にゃん。ほんま休憩取ったにゃん。うん、壊れにゃん。チクタクチクタク、知らぬ間に時計は進んでるこんばんにゃん。今日でカップが多いにゃん。のこと考えれば目が覚めるな。それはびっくり。ママ来て、ママ泣きながら過ぎてく日々、いつかこの日を思うだろうか。ああにゃあ、話したくなる夢こそが無口。だって今日1日3回食べたから。ハゲネタで目を覚ます頃、部屋を移動すれば目が覚めるんじゃないか説。そうですね。お、コロちゃんに耳が生えてるよ。次回のイベント参加券応募するにゃん。おもすにゃん。ということは、おいしょ、移動しますか。じゃあね、一回おいしょ切ろうかな。一回切ります。もう一回ちょっとしたらやる。中江里香さん、
面白くて好き。じゃあね、また来てください。お疲れ様です。見てくださってありがとうございました。過去最近のに、さっき過去最近の人数にゃんね、そうびっくりにゃん。ありがとう、バイバーイ。まいちゃらまいにゃる、おやすみにゃん。お疲れ様、スズハタさんありがとう。お疲れ様、終わりにゃん。やっと来れたら終わりにゃん。でもすぐやるにゃん。キャットフード食べるにゃん。お疲れ様にゃん。ありがとう、バイバイ。あいうあいうさん、いつも来てくれてありがとう。ギャスさんありがとう。ボンソワーボンソワー、バイコロマルバイコロマルバイコロコロコロ、バイバーイ。